クリミア半島にあるシンフェロポリ航空基地から黒煙が上がっていたけど、あの黒煙の原因はウクライナ軍によるドローンの仕業と見られているみたい。実際のところ真相はどうなんだろうな。これがまさに6月から開始されている反攻作戦の布石だったのかもしれないぜ。そうだね。さて今回は、シンフェロポリ航空基地での黒煙について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年3月29日にロシアの統治下にあるクリミア半島中部のシンフェロポリ市付近にあるロシア軍航空基地付近で火災が発生して黒煙が立ち上っている様子が撮影された動画が SNS にアップされたよ。この件に関してクリミアのセルゲイ・ヤクショノフ市長がウクライナ側のドローンをシンフェロポリ近郊でロシア軍が撃墜し、ドローンは畑に墜落して、死傷者や建物の損壊はなかったと自身のテレグラムに投稿しているね。これらの情報に関してクリミア市長顧問を務めるオレグ・クリチコフ氏の話によると、この火災はウクライナ軍による航空基地攻撃によって引き起こされたものであるとされていて、ジェットエンジンによって長距離飛行が可能なストリーシと呼ばれるドローンを使用して、ウクライナ軍が攻撃してきた可能性が高いというニュースが流れたんだ。このストリーシとは旧ソ連時代に開発されたもので正式名称ツポレフ141といい、1979年から1989年にかけてソビエト連邦の西側国境地帯に配備され、同国陸軍が NATO 加盟国に対する上空偵察用として運用していたジェットエンジン付き大型偵察用ドローンのことだね。こいつの所言としては、全長 14.33 メートル、翼幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートル、翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6215 キログラムという、大型の機体を推力 19.6 キロニュートンのジェットエンジンによって、最高速度 1100km 毎時、巡航速度 1000km 毎時、航続距離 1000km、実用上昇限度 6000m との性能を発揮するドローンとなっているぜ。機体はダーツの矢のような見た目で、後方にデルタ翼、前方には小さなカナード翼を装着していて、ジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下に搭載されている形を想像してもらうと良いだろうな。ストリーシュの機体は発射用の台車上からブースターによって飛ばされて、任務が終了して帰還する際は機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、何度も繰り返して使用することができ、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行する優秀なドローンとしてロシアでも称賛を受けているんだ。ストリーシという名前はロシア語で甘燕を意味しており、ロシア軍では本体にフィルムカメラや赤外線画像装置、EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様性のある偵察用機材を積んで偵察監視任務において運用していたが、1989年には全てを退役させていたよ。実は同期をウクライナ軍においても旧ソ連崩壊時に数十機も譲り受けており、ロシアと同じように一時退役させていたが、2014年に勃発したドンバス戦争において現役復帰実戦投入していて、現在も遠隔操縦装置などを近代化させて稼働できるものが多数あるらしく、偵察監視用機器を外した後のスペースに爆薬を詰め込んで発射すれば長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することも可能だな。その手法で2022年12月5日、クリミア半島にある3カ所のロシア空軍基地がウクライナ軍のドローン攻撃を受け、3人が死亡して4人が負傷、戦略爆撃機2機が損傷を受けたほか、燃料関連施設などが炎上するなどの被害を受け、翌日の6日にはウクライナとの国境沿いの西ベクルスク州の空軍基地にある石油貯蔵施設もドローン攻撃によって火災が発生していたぜ。これらをロシア国防省はウクライナ軍のドローン攻撃を受けたとして発表したが、なぜかウクライナ側からは攻撃の事実を認めるコメントを出しておらず、この報復としてウクライナ全土に対して、ロシア軍の巡航ミサイルやイラン製の自爆攻撃型ドローンシャヘドによる民間インフラ施設などへの戦略的攻撃をお見舞いしたってわけだ。当時ドローン攻撃を受けたジャギレボ基地とエンゲルス基地は2つともロシア航空宇宙軍の戦略爆撃機の拠点であり、
両基地から発進したツポレフ 95MS などの戦略爆撃機から発射された空き地巡航ミサイルによって、ウクライナ全土へのインフラ施設などへの爆撃を成功させているね。このような背景からウクライナ軍がドローン攻撃を加えた可能性が高まり、他国に向けて非道なミサイルを発射すれば、その発射地点には神様が UFO を派遣して攻撃を加えるだろうという稚拙な内容の投稿を、ウクライナ政府高官が SNS に発信していたことからも、ウクライナ軍が関与しているに違いないだろうと思われるよ。ロシアが12月5日に攻撃を受けた2カ所の施設のうち1つは、首都モスクワから南東に 200km ほど離れたリャザン州にあるジャギレボ空軍基地で、同基地は戦闘が行われているウクライナの最前線から 500km 以上も離れており、一方のロシア西部にあるサラトフ州のエンゲルス空軍基地も最前線から 700km 以上の距離があることに疑問を持ったんだ。なぜなら当時、ウクライナ軍が運用していた攻撃型ドローンは米国製のスイッチブレードやフェニックスゴーストとされており、それらの航続距離は短いため、ウクライナ領内から発信させてもロシア本土の奥深くにある基地まで電波が届くはずがないからだね。また、ロシアの侵略開始当初に活躍したトルコ製ドローンバイラクタル TB2 でさえも、その航続距離は 150km ほどであるため、それを使用した攻撃でないことは明白であったよな。確かにウクライナの軍需企業ウクロボロンプロムが航続距離 1000km 以上を可能とする新型ドローンを開発中で完成間近であるとの情報もあったが、テスト段階の兵器をロシア本土攻撃に使用することはリスクが高いため、当時のクリミア半島攻撃もまたストリーシュだったんだと思うぜ。2023年3月中旬以降、クリミア半島のロシア軍施設への攻撃が明らかに増加し、その爆発によって火災が発生している様子などが映し出された映像が SNS に多数投稿されていることから、クリミア半島のロシア海軍黒海艦隊司令部などがあるセバストポリ軍港と、そこへの兵站供給ラインに対する攻撃が増えていたのは間違いないよ。セバストポリ州のミハイル・ラズボザエフ知事によると、3月22日にセバストポリ軍港がドローン攻撃を受けたが、ロシア海軍がドローンを早々に撃墜したため、人的被害や船舶の被害はなく、港周辺の建物のガラス窓が割れただけに止まったと物語ったね。また、3月20日にはロシア軍の兵站集積拠点があるクリミア半島北部のジャンコイにドローン攻撃があり、ウクライナ国防省が鉄道で輸送中であったロシア軍のカリブル巡航ミサイルを破壊したと発表したことに対して、ロシア側はドローン攻撃を受けた事実は認めたものの、カリブルが破壊されたとは言及していないぜ。このジャンコイでは2022年8月16日にも攻撃を受けており、弾薬庫で貯蔵していた弾薬が爆発して大火災が発生したことがあり、 SNS 上には巨大な火球と黒煙が上がる動画が投稿されており、この爆発に関してロシア国防省は、弾薬庫の他に送電線や発電所、鉄道線路、住宅などの民間施設が被害を受けたことを明らかにし、ウクライナ軍による卑劣な攻撃だと言及していたが、ウクライナ側が認めるコメントは一切なかったからな。こういった明らかに何かを隠し合う情報戦が繰り広げられているわけだけど、結局のところ真実はわからずじまいで、ロシアの特別軍事作戦の終焉の鍵は誰が握っているんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。